ヤーバネット、ヤーバネット、夢のヤバネット、マルタ。あれあれって今日は去年に引き続き大好評、携帯用メンズビデ気持ちいいよかのご紹介です。よっ。全世界ですでに1億個が売れております。ご愛皆さんありがとうございます。ここでですね、ご愛用者のトイレでの会話聞いてみましょう。なんや、糸ちゃんの気持ちいいよかは悪さ P38 タイプ。内ポケットから出すとルパンみたいでかっこいいんですよ、ルパン三世。ミオさんは俺のは次元のマグナムタイプよ。うわっ、艶つけと。いやー、トイレでの見栄の張り合いも微笑ましいですね。大きさも大中小、色もピンク、ブラック、ゴールドの3色から選んでいただきます。携帯用メンズビデ気持ちんよか、そこのナウイあなた、1台いかが。ヤバネット、ヤバネット、夢のヤバネット、タカタタカタって言っちゃった。めちゃめちゃこれエキセントリック中川発車します。出発進行。木曜のお昼、いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンド仲間と一緒に西畑クローバーの特設スタジオから中市レディオシンジケートに乗せて30分間あったらいいなこれメンズビデと思ったあなたにお届けします。さて、ご挨拶を。こんにちは、久しぶりに事故に巻き込まれました。今の原稿もポイって吸ったもんね。ミオさんです。ほら、やっぱ俺が滑ったみたいな。なんか俺のせいみたいになったやん。もう糸ちゃんはあくまで指示を受けて喋っただけですからね。そうそう、嫌いじゃないけどね。もう糸ちゃんです。嫌いじゃないんか。なんかどこで笑ったらいいかなってちょっと微妙な気持ちになりました。あつみんです。はい。もう突然エコーかけてエコーかけてって言うけど、僕のじゃそこエコーかけれなかったんですよ。あ、そうなんだ。すいませんでした。だから逆エコーになってます。ビでございます。まあね、昨年ねこれちょっと反応があったんで、今年もう一回やりたいなと思う。どんぐらい反応があったんですか。一件ありましたね。一件お問い合わせ。一件お問い合わせあったんですね。それイノトンでしょ。いや、違う。いや、意外と好評ですもんね、このジャパネット。でもこれもヤバネット、ヤバネットは面白いけど、ラジオショッピングで、ね、今日8回目なんで。おお、ちょっと数えてんだ。いつもやってんだって。俺はやっぱ一番推したかったのはね、はいはいはい、おもちゃメーカーのマルカのね。あ、ありました、あのジェット、あのあれ。あ、違う違う違う、あれじゃない、うん、あの霊柩車シリーズ。ああ誰も覚えてないな。はいはいはい、覚えてないな。いや、本当霊柩車ってどこも作ってないよね。あるんじゃない。俺あると思う。ミニカ、トミカでないです。あ、トミカにはないかも。ミニカ、うん、なかなかないなと思って。霊柩車のおもちゃね。バキュームカーもないね。バキュームカーある。バキュームカーある。あ、俺持ってた。ミニカー持ってましたよ、ミニカーを。本当ですか。うん、いや、意外と何でもありますよ。うん、と感心した丸さんです。よろしくお願いします。はい。で、今日何話すと？今日オープニングトーク。オープニングトーク。何も書いてない。何も書いてない。もうネタ切れ。もう、うん、ヤバネットで頭いっぱいでしょ。そうそう、もうヤバネット、何しようかな。うん、どうす、BLT って何でしたっけ。それはBLT は先週ね、先週いつも腹減りの方に出ていただいた時に食べたベーコンレタス、うん、エッグの前に T は何だっけ。BLT とんでもないトマト、はい、トマト。そうそう、先週の放送でもちゃんと言っとらんかったね。そうね、エキセンメンバーで他の NRS の他の番組に出演いたしました。はい、ぜひだからそっちも聞いてほしいね。火曜日の、いつも腹減りってやつ、火曜日ですね。ぜひぜひ火曜日、うん、こちらもぜひ聞いてください。1個前の放送はこのメンバーで試食させていただいてますんで、うん、で、あれでその時に話題に出したのが、はい、もう1個は
アルファベットで TKG TKG, TKG あこれ TKG ってもう僕ら分かりますよね、もちろん TKG はもう TKG ですよ、うん、そうそうそう、TKG TKG が分からない人、分からない人がいる、TKGY は分かりません、TKGY ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、 Y 新しいの来たぞ、その前に TKG 分かってない人おるからそっち解決しよう。もう絶対マルさん食べたことは絶対ある。あ、マルさんが分からない。食べ物 TKG ってそう、だってさっきほらビアガーデンからの続きですよ。ビアガーデンの締めで食べたとかそういう話をしよったじゃないですか。もうなんか頭の中 TKG さんみたいな、うん、TKG さんなってる。 TKG がさ、タイムトレース&オケーションのかな、 TPO じゃんそれね。そうですよ、もうね、TKG ってあれですよ、その一般にもちゃんと認識されてる言葉になってるんですよ。そうそうそう、だってその TKG のなんかおもちゃって言わないもん。分かった、もう分かった、分かりました。じゃあお願いします、はい、ところてんグッと来るよっていう、コンディコンディしかも T も G も K も字も変わってるし、合ってないしで、ちょっと教えてよ、おじさんにさ、なんでわかんないんすか。わかんないもん、なんすか TKG。 もう子供の頃からみんな食べてるよね。 TKG 専用醤油って言ったら商品名があってますよ。わかった、わかりました、わかりました、わかった、わかった、来た来た、じゃあいきましょうか、来た、卵かけご飯やっとかそこはボケないんだ、もう一個ボケるんかと思った最後の MG ぐらいはピンポン押してよ誰か。じゃあピンポンピンポンピンポン、なんですよ。あ、そうなん、 TKG っていうの、あれ TKG って言いますよ、もう TKG。誰が言ったかね、誰が言ったか知らないけどね、うん、で、Y っていうのは、Y は何だ、Y は何だ、 TKG、 あ、卵かけご飯焼き、焼き、焼くの焼くんです、どういうことそれ、あのご飯を、ちょっと待って、全く分かんなかった、また言ってレシピ、言ってレシピ、え、だから卵かけご飯作ります、うんうん、フライパンに油ひいて温めます、ジャーってします、両面いい感じに焼きます、うん、固める感じ、チャーハンみたいじゃないの、こう、うん、焼き固める感じ、焼きおにぎり、へえ、そで、なんかもんじゃ焼きみたいにして食べるの、うん、もんじゃ焼きじゃなくて、もうそれお皿にとって丸く、もう丸くこうパンケーキみたいになってるんで、それをお皿に乗せて食べます。へぇ、美味しいですよ、俺も知らなかった、うん、それクローバーの新メニュー、いや、あの、いやいや、やってもいいですね、食べたい、意外と裏メニューで、ね、ネットに載ってたりするぞ。いや、なんか娘がやりだしたんですよ、 TKGY やるとそれ娘が考えただけじゃない、どっかが情報仕入れてきた、ま、JK の頃にやったんで、もうアルファベットだらけだよ、さっきの JK の頃じゃあまだこう TikTok とかに上がってないのか、もうさっきからね、もう丸さんの上にクエスチョンがポン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 って見えるけどJK と JC 分かります、分からんJK ってあれやろ、あのあれじゃん、あのほら、農業協同組合じゃん、 J や、 JK 中途半端な、中途半端な、今日はこの5人でお送りいたします。エキセントリック中川、ご唱和ください、喜んで、仕方なく、あら、仕方ない人いるな、中川よ語ろう、ここはよかとこだい。あ、食パンマン、こっちは食パンマン、父さん、来たの、よし、その遊びなんねん、これ嫌いじゃないけど今日はですね、何、この前ね、ちょっと俺、うん、あのキトピーからね、ほうほうほう、なんだっけ、上がってたやつで、名前をさ検索すると名前が何件あるかとか、これ伊藤ちゃんの投稿がもともとよ、あ、そうなんですか、伊藤ちゃんが伊藤って名前でなんか生ビールにただで飲めるみたいなあげたじゃん、あれ SNS にあげて、ちなみにあれどこにある店、うん、あれ博多駅前あれなんで伊藤ってお店なの、うんうん、なんで日替わりとかなんじゃない、そのそう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 、あ、たまたまその日この名前の伊藤さんはただそうで、まあ、なんか多い名字がこう毎回変わるみたいな、鈴木さんとか、鈴木さんとか、この間もなんか谷川さんとかなってた、うん、え、その時に伊藤って全国5位の名前なんだよねって、ああそうそう、それから始まったんですよね、で そうなんだって思って、うん、で、そのね、みんなの名前が何番かっていうのをちょっとね、ネットで調べれたんですよ、うん、名前ランキング、大御所ランキング、ね、で、確かにね、伊藤さんは調べたら5位って書いてあったんです、うん、で、伊藤さん何件って書いてあったっけ、忘れました。あ、持ってきてないんだ。持ってきてない。でですね。私がね、1005位やったんよね。丸太。1005位。でも俺思ったより多いなと思って。
もっと俺もっと下かと思ったかと思ってる。名前は基本ね、もう本当一人の方まで言ったら20万種類ぐらいあるんですよ、名字、名字、うんうん、そう、もうなんか絶滅しそうな名字とかあるんですよね。そう、ちなみに伊藤さんはね5位なんですよ、107万人いる、うん、伊藤って人が107万、少ないね。まあ5位でね、うんうん、で丸太は1007位で1万8000人いるんですよ。でも1万8000と100万だからね、やっぱだいぶ違いますけど、うん、で明星さん、明星さん確か1500人ぐらいあったと思う。おお、近い、さすが、うん、1300人って書いてあるよ、うんうんうん、順位で言ったら、うんうんうん、あ、これ何もないですあ、ないの、あ、いや、いい、僕は見てます今、明星さんが6880位、うんうん、へえ、そうなんや。なんかこういう話をするんじゃなかったんですか。あ、そうなんですよ。いや、それでね、うんうん、俺中川で調べたんですよ、はい、中川でなんて名前の人が一番多いのか。まあ、その全国の 1,2,3,4 位とは全然やっぱ違う、うん、中川でランクが出てる。あ、そんなん出せるんだ。田中鈴木とかじゃないってことね。まあでもなんか上位に来るのは想像できない、うん、そう、全国の順位と同じような感じだったらあれだね。だって中川で多い名前って言ったら例えば藤野さんとかさ、竹末さんとか、とか後藤さんとか、酒井さん、いいとこ来るね。あとは全員さんも、草壁さんとかも、ね、草壁さん、草壁さん全員さんに謝れ発表します。1位真鍋さんも多いね。1位田中さん当たり前普通や普通や、多いんだ田中さんが。田中さんってでも全国でも一番多いんじゃない。多いんですよ、うん、あ、鈴木さんだったっけ。鈴木さんの全国1位は鈴木さん。そうか、ね、で2位、2位、うん、井上。お、井上さん、井上さんが多い。井上どんって井上さんなんだあ、バレちゃったバレちゃったあ、井上さんが多いんだ。あ、でも井上さんって結構あっち中丸あたりに多いよね。あの、うちも多いんですよ。あ、多い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 んですよ。それからね、3位、うん、さっき言った誰が言った、え、藤野。あ、正解。あ、やっぱ3位に来るんだ。3位なんですよ。あ、それは特徴やね。で、4位、ここはね、もうこれ全国ランクと一緒かな、中村さん。あー、中村さんね。で、5位がね、これ5位に入ってんのかなって思いましたけど。誰誰誰って待って、誰も言ってないまだ今日。言ってないですよ。え、中川っぽいってことよね。うん、内野さん。あー、内野さんはない。ランガイ。内野さんも多いよね、結構。中川っぽい。誰だ。まあ似てる仕事の人かな。似てる仕事？わかんない。草壁さん。あー、草壁さんね。僕言ったじゃん、さっき。言った？出た。あら？草壁さん多いんですよ。いや、ね、耳が遠いからね。ちょ、人の話聞いてないあ、でも草壁さんがそんな上位に来るってやっぱすごいですね。すごいです。で、あ、6位が築地さん。あ、築地さんもちょこちょこ聞きますね。7位が真鍋さん。あ、真鍋さんが多いんよね。8位酒井さん、9位ゆうきさん。あ、ゆうきさんも多いね。え、ほんと、うん、います、僕もいるいるし。10位はまあ、全国と一緒ですけど、山口さん。でも山口さんってそんな上、うん、11位が重松さんだった。あ、重松さんもいる。ぼやけてくる。じゃあ順番に言いますけど、12位からね、渡辺、後藤、吉田、古賀、白渦。あ、白渦さんとかまさにこっちの名前ね。池田、山下、山本、佐藤。あ、佐藤さんこんな下なんだ。20位が佐藤。面白いね、やっぱ全然違いますね。名字もいろいろだ。そんなんかあってさ、びっくりしたよっていう話ですっていう話、うん、ちなみに、だからさっきのでいくと明星さんが、6800位なんですよ。うん、的野さんは、はい、明星さんよりはいます。2000人いて、うん、5155位。少ないね。でね、紀藤さんがさ、うん、結構珍しいっぽいじゃないですか。珍しい。でも全然僕的野よりもいっぱいいて7400人いて2050位なんですよ、うん、だ、明星さんがやっぱ一番この中では珍しい名前になったね、うんうんうん、明星は珍しい、ね、まあ確かに他に会ったことないかな、うんうん、ないね。俺やっぱほら、あの学生さんでいるじゃないですか。はい、ああ、なるほど。最初に会った名前の人には必ず挨拶してましたよね。は、初めて接する名前の人。ああ。明珍さんとか。あ、まあ、うん、あ、珍しいですね。あの珍しい名前の人結構いたんですよ。はい、はい、忘れちゃったけど。いろいろね、うん、生徒さんだったら、うん。珍しい名字で言うと、今ちょっとふと問題出していい？お、絶対わからないから。お、わかるよ。漢数字の1、2、3ってあるじゃん、横棒で。はいはいはい。漢数字の1、2、これを。名字であるんですよ。名字、うん、名字で、ひふみさんって下の名前じゃなくて、じゃなくて、それ一文字一文字で、うん、ああ、うん、一文字で、うん、漢字の1って書いて何さんだ、はじめさんじゃないんだ。違います。1、あの、よくあるのが二の前さんとか、そんなのやろ。そう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 、知ってた。
いや、2の前、1は2の前だから、そういう名字よく聞く。ということは、漢字の3は3は、篠の前さん、二の五さん、二の次さん、二の次さん、そう。じゃあそのもののじゃあ二は何さんだと思う？そのものさん。二そのもの。なんだそれ。なんで二が基準なんだいたい。二の次が三。三でしょ？二の前さんが一でしょ？二はなんて。一と三の間みたいな。三の前とかじゃない？違うんだ。これ絶対わかんない。え2絶対出てこないと思う。うわ難しいな。関数字の2でしょ、はい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 、書いてみると分かるけど、うんうん、日本下長さんっていう。マジでちょっとほんとクイズみたいな名前ねこれ。謎謎みたいな名前だ。ほんとそんな名前意外とあるんですよね。なので8月1日とか書いて穂積さんとかなんかいや8月1日何やったっけ9月1日だっけ知らないっすけど、うん、嘘つかないでください、ね、あとなんか地形に地形を元にした名前みたいなのもね結構あるんですよね。本当その絶対そう読めないけどなんかで、ね、なんだかな今出てこんけどなんか結構あるんですよ。うんうん、まあ、今度また調べして話しましょうかね。うん、で名字があってこう名前が来るじゃないですか。はいはい、あの名前って何で読み方どうでもいいですもんね。あ、うん、例えば漢字で花子って書いて、うん、読み振り仮名太郎って書いて出せば認められるんだ。認められちゃう。そう。そう、あだけにキラキラネームがおるわけいっぱい。キラキラ出してしまえばもうそれが名前になるとか。そう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 。だあの芸能人の有吉もそうだよね。有吉の広い広い雪って行くって言うじゃけど、うん、親父が間違えて広い雪って出した。間違えて出したの。そうそう。広い雪で出しちゃったからあれ本名広い。うんうん、ええー、そうそう広い雪って言ってる言ってる。そう。だから名前って本当に難しいんですよ。そっか。まあ意外にお話的には盛り上がりましたですね。結構名前話好きですね、僕はね。ちょっとね、時間がね、分からんくなった。最初2、3分はちょうどいい時間かもしれない。うん、本当、うん、はい。じゃあ、きっかけワード。きっかけワード、歌えるこれ。どんなメロディー？名前の歌だよ。せーの。昔の名前で出ています。ご唱和ください。喜んで。エキセントリック心。入りました。イエイ。なんかあの全体的にバタバタしてる先週今週バレました。やっぱ音がこう聞こえないと不安になるね。バレました。いやいいんですよそんなもの。いいんです何話すのかな今日の。ちょっとなんか嫌な予感するまだこれ。先週が先週だっただけにね。先週は先週だった。やっぱりそうですか。盛り上がるのこれ。分かんない。いや俺が気になるんだけど。はい、あの言ってください。何のテーマですか今日。洗剤、うん、洗剤香り付き洗剤、はあはあ、っていっぱいあるじゃん。柔軟剤。ああ、ありますね。で、来たらその香りがめちゃするやつ、あめちゃする服、うんうん、どうよ。昔ってそういうのなかったじゃないですか。今なんかほら、ビーズみたいなのばらまいたりさ。ビーズ入れてね、なんかレノアみたいな。そう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 。あの、あれってなぜ匂いつけなきゃいけない？臭いけ？まあ臭い。やっぱそのほら香水をつけるのと同じことじゃないですか。それを服につけてやろうっていう。っていうかまずその女性目線から聞いたらいいんじゃないですかこういうの、ね、私は結構好きなんですよ。入れるあの香りのつく柔軟剤とか家で使ってる。使いますね。うん、うんうん、調べたらねレノアとかね MR、うん、MR アロマティックブーケだって、うん、ボールドボールドあボールド、うん、なんとかあれって何香りをつけるのがメインなの。その汚れも落とすな。柔軟剤だから柔らかく。柔軟剤なのそれ。その洗剤と洗剤を入れて、うん、その柔軟剤も柔軟剤入れるとこがついてるんですよ、うん、あの洗濯機、うん、そこに入れとくと、うん、すすぎの最後の時に入れたりとか、うん、すすぎの2回すすぐんだったらその最初のすすぎの時とかに自動的に入ってくるような感じで、うん、柔軟剤のやつ。あれでしょ、洗剤のやつもあるんやろ。洗剤自体にボールとかあると思うんです、うんうん、でそれに文句が言いたいらしいあのおっちゃんが。どのおっちゃん。バツ派でしょ。
どの辺が否定的なんですか。だってあれ臭いと化学物質でしょ、入れてるのは。ですね。まあ全部そうでしょ。まあ、洗剤系は大体化学物質多いでしょうね。洗剤系多いのかな。まあまあ本当のナチュラル洗剤もあるでしょうけどね。一般的にはいろんなものが入ってそう。この話やめようか。多勢に分散。体に良くないってこと、うんうん、まあでも真面目な話するとそういうスメルハラスメントっていう考え方からすると、うん、匂いでそのハラスメントが起きるっていうのは今社会的問題になってるんで、うんうんうん、実際にこうあまり出会うことないかもしれないけど電車の中とか乗ってるとあの防毒マスクみたいなマスクをつけてなきゃ電車に乗れないっていう人とかいるんですよね、うん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 、だからそういうのが柔軟剤の匂いで頭痛とか吐き気がしてちょっと今社会的問題になってるのは実は確かに、ねうんうん、いやいや時々さあのうん、ここあの人が絶対歩いてるよねっていう匂いの道があるのがあったことありません？はい、ありますね、香水とか。ここの廊下あの人通ったろうとか。あるある、学校の先生とかですごい香水強くて、うん、そう絶対あの先生今通ったなっていうのが分かるみたいなのがあった、うん、よく私なんかこう子供たちがまだ小学生とかなんで家に遊びに来たりすると何々くんが遊びに来ると何々くんの匂いがするってのがあります、ね、そう柔軟剤の匂いがすごくて、うん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 そう悪いってことではないような気がするけどね、まあ、でもそういうのがちょっとこうアレルギーが起こる人がいることに対しては配慮しなきゃいけないかなと思いますけど、ねうんうん、もうこの話はなかったことにしよう。いやいやいや時を戻す時を戻そう基本丸さんこれなんか否定しようと思って持ってくるでしょ。いや、もうとんでもない。何をしてるんですか。私がほら、これ大好きだよって話で。大体罰のやつを探したいでしょ。なんかそういう、でもなんとなくみんなに否定を否定されて折れるみたいなパターンが多いような気がしますけどね。じゃあ、例えばあの、ね、あの芸能人で、はい、この話変わるよ。芸能人で総理になってほしいならこの人。芸能人で有名人で芸能人で総理みんな考えたら一回止めますいや、この流れで言っていいけど、うん、総理これ芸能人が政治家になること自体あんまり好きじゃないな。そうね、僕もあんまり好きじゃないな。そうなんじゃあこの人がなったら向いてるかなっていう。いや、かっこいいかなって、うん、かっこいいビジュアル総理役ってこと総理役総理役やっぱほらキムタクとかやってましたね。あれ総理大臣やってましたっけ。やってたそっか。やっぱある程度上勢がなきゃいかんでしょ。外人と会った時に見取り出しないるんだ。宮沢とかってなんかちっちゃいヨーダみたいな総理大臣とかいたじゃないですか。まあまああれあれで逆に目立ちますけどね。だから誰か背高い足長い感じの、うん、誰だろうそんな俳優さん。福山雅治。いやダメね。そうだね。やっぱりそれである程度年でしょ。50とかさ40とかさ。なんで思いつかねえんだよみんなよ。阿部寛は悪くないなって僕も今一瞬思ったんですよ。あと強そうなとこでガクト強そう強いガクトは強いの分からんローランドもうお水抜けじゃんもう時間も多分ねだいぶんじゃないかな。もうこれカンカンカンショーかカンカンカン最近のこのミョウさんのぶっ込みが結構ハードですよね。あれゴング鳴ってんの？まあ、今鳴りました。鳴りました。鳴りました。きっかけワードを歌ってください。君のドルチェ&ガッバーナの香水のせいだよ。匂いつながりでね。エキセントリック中川。よーし、エキスペです。行きましょうか。いや今日はミオさんのピットイン。イエーイ。ってことで仕切り直して気合入れていこう。あ、そうそう。今何分ですか？何分？ね、今24分でございます。ちょうどいい。2分ずれとんね。じゃあちょっと巻きでいこう。はい。あのね、まあちょっとニュース的に最近あの日本人がまたちょっとあの偉大な記録を、うん、記録を残した。おお。何ね、モータースポーツの世界ってそれがねなかなか話題にならない一般的にね。ニュースにならない。知らない。佐藤拓磨。佐藤拓磨もねあのイケメンよ意外と、うん、ちょっと濃いめのね、うん、ちょっと古いね。古い佐藤拓磨古い。今バリバリ現役ですよ。ナウの話。あ、本当ナウの話。ナウそれでがね
世界三大レースって言われてるものがねあるんだけども、はい、それは F1 の、はい、F1 のシリーズ戦の中のモナコグランプリ、モナコグランプリ、それからルマン24時間、聞いたことある、ね、それからアメリカのインディカーシリーズっていうのがあって、うんうん、あ、それの中の一戦でインディ500っていう、これも伝統のレース、うん、この3つが世界三大レースっていうんだけど、はい、このインディ、今このインディシリーズに佐藤拓磨参戦してて、参戦して、そのインディ500で佐藤拓磨はね、3年前にも優勝したと、にその時に日本人初、アジア人としても初、それが今年またインディ500で優勝した、また優勝した、2回目、そう、3年ぶり2回目に優勝したっていうね。で結構ね、この佐藤拓磨って結構日本人初をいろいろやってくれててね、うん、結構すごくて、例えばね、F3、 F3 ってね、 F1 のからどんどん、うん、F2、F3 ってねあってね、結構ね遅咲きでモータースポーツ始めてるの佐藤拓磨。今いくつなんだよ。今いくつかな。40手前ぐらいの。うん。うんうん、で、学生の頃ね自転車をやってた、自転車競技を。へー。でモータースポーツ入るのは結構遅かったんやけども、それでも鈴鹿レーシングスクールっていうのがあって、うん、それに入学して1年で首席で卒業して、もうそれからどんどんいろんなところに挑戦していって、イギリスに行った、もう単身でイギリスに行って、うん、イギリスって本場なんよね、その、まあ、イギリスが本場なの、うんうん、もうヨーロッパのね、うん、のね、でそこで、何年目かな、参戦初年度かな、2年目かな、はチャンピオン、F3 でチャンピオンになっている、うんうん、シリーズチャンピオンね、ほうほうほう、ずっとそのシリーズの上位をずっと取っていって、結果的に1年間チャンピオン。ちなみにその時にドイツ、イタリア、フランスやったかな、もう日本人がチャンピオンになってる、その年。豊作の年って言われたんやけどね。そう、で、その後にマカオグランプリって言って、名前ぐらいは聞いたことないから、マカオグランプリ、うん、もちろんマカオ、うん、マカオでやる、ね、うん、マカオグランプリっていうので、 F3 の、そこも F3 の世界一決定戦って言われてる、うん、年に1回マカオグランプリ、そこでも日本人として初優勝、 F3 佐藤拓磨、そう、そして F1、 その後 F1 にステップアップするんだけど、 F1 で、日本人最高の予選2位っていうのを獲得、うん、取ってる、うん、それからまた決勝も3位表彰台、これ鈴木アグリが人初めてやったけど、まあ、日本人2人目っていうの結構活躍して、で2010年からインディカーシリーズに場所を変えて、 F1 やめてインディカーシリーズの方に行って、2011年にはそこでまた日本人初めてポールポジションを獲得、ポールポジションっていうのは予選、はい、予選で一番早かった人だけど、決勝レースは先頭からスタート、先頭から行けるそうですね、あ、日本人初っていうね、結構そういう日本人初っていうのをたくさんやってる、だから今後もね、うん、まだまだまだ油が乗ってる。今いくつぐらいですか。ね、何十、30代、うん、40前、あ、まあまあでもそのぐらいでもまだまだ全然いけるんですね、うんうん、何の車、なんかどこのチームっていうか、なんか所属、何のトーク、ね、コロコロ変わる、ね、今回のインディは何だろう、ね、今回のちょっとチェックしてなかったとこまで、普通にホンダとか乗ってるわけじゃない、あ、まあ、エンジンはホンダ、あ、エンジン、あのね、インディカーシリーズはね、車はね、全部ワンメイク、どこのチームも同じフォーミュラーカーで、エンジンがシボレーとホンダ、半々ぐらい、だいたい、ね、30台ぐらい走るね、30近く、でしかもそのインディカーっていうのはオーバル、アメリカってなんかね、オーバルが好きなの、オーバルレース、ぐるぐる回る、ぐるぐる回るですね、そう、楕円形の、よく見る F1 とかで走ってるのはパーマネントコースっていう、こういうやつね、で、アメリカはなんかね、オーバルが好きで、まあ、でも単調は単調だけど、でもそのすっごい危ないんですよ、あ、もうそのスピードがすごい、でスレスレをずっと走りながら、あ、じゃあ、まあ、それはそれで面白さがあるんですね、そう、なるほど、うん、なんか丸さん言いたそうやね、ちなみにね、インディカーシリーズ2019年から冠スポンサーは NTT 日本の、あ、そう、だから NTT インディカーシリーズっていう名前、NTT が一番お金出してんだ、そうそうそう、すごいなぁっていう風にちょっと短めやけど、あ、もう一つね、最近ね、あとちょっと注目したいのはね、日本でやってるシリーズで共助カップっていうのがあってる、共助、共助カップ、競争女子、あ、女性ばっかりのドライバーのレースがあって、共助っていうんだ、
競争女子競女でその中にねちょっと知ってる子も出ててカートのレースで何度か一緒になってもう話とかしたりした、ね、伊藤玲奈ちゃんっていう子とかも出てて、ね、ちょっとそれは応援してるみたいな、はい、それなんか美人レーサーみたいな方とかいるんですよ結構、うん、可愛い子もいます ね、はい、最近そういうの流行りやもんね、はい、そういう世界に美人そうこれね、はい、あのエンディングに入りました、はい、春日市のみっちゃんからはね、うん、先週ご紹介できなかったからね紹介できなかった、はい、みおさんのカーレースの話いつも面白いですよまさにまさに今週のありがたいなと思ってます、はいはいはい、以上他になんか書いてなかったファンがいらっしゃるということでだってあつみんの、ね、お宅のコーナーもねファンがついてもうマルさんの暇人とラブスポのファンは全然いないけどね直メールまだ来てないですかいやでも一番いそうなのはラブスポが一番いそうやけどね、うんうん、じゃあ野球ねメンパシーさんあたりがちょっとコネクションメールくくれんからお世辞でもいいから最近メンパシーさんのメールが寂しいですね聞いていただいてると思いますけどというかね呼びかけてないよねお便りくださいってそうメールアドレスも今さっきねご紹介しようと思ったけど忘れちゃってアドレスなんだったっけあ、駅線ドット中川ですね EKICEN ドット中川アットマーク gmail.com ですね、うん、お便りください。お便りお待ちしてます。ラブスポとヒマジンイマジンねいやいやもうどのコーナーも楽しいですよ。ただね聞いてますだけでもね来るとねいや嬉しいです。ちょっとやる気がまたね、はい、変わってきますんで、まあ、もう9月もそうですよ、ね、もう台風とかに気をつけなきゃいけない時期ですからね。少し涼しくなったかなってね、うんうん、だいぶね9月だから涼しいでしょ。いや丸さんに会った時は涼しいですよ寒いじゃん、ね、いや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 頑張ろう。なんか今日いっぱい喋った感じがするね。なんかねどっと疲れたね。まい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 、それではまた次週お会いしましょう。丸さん電池切れもう喋らないもん最後。